この試合のためにビリオは徹底的にアンディの組手を研究したという。その成果が試合序盤から現れる。アンディの攻撃がことごとくフィリオにかわされる。アンディの死角をついた高角度の上段回し蹴り、アンディ沈む。